県立清和清涼高等学校は生徒に関する情報について不適切な扱いがあったと発表しました学校によりますと授業の補助を行う学習支援員が生徒について個人的にメモした内容が書かれた紙を教室内の机に置き忘れ数名の生徒がそれを目にしたということです書かれていた内容が生徒を傷つけるようなものであったため メモを見た生徒が担任に報告し発覚しました学校はメモに記載のあった生徒の家に当日中に訪問し事情を説明した上で謝罪をしたということです学校は今後生徒に関する情報の取り扱いについてルールを定め再発防止に努めるとしています